汗が気持ち悪い。借り物の着物で拭いたくない。でもタオルが。はあ、ありえねえだろう。これオーストラリアじゃこういうこともあるの？ねえよ。きっとお前のせいだ。お前が女みたいな名前だから。失礼。黄金の瞳。あの、うん、よし、左右対称になった。失礼した。俺たちの帰る場所だと。お前が帰ってこれなくなってどうすんだよ。逃げちまってた俺はともかく、アンリはちゃんとこの街にいるだろう。お前がアンリに悲しい思いさせたらダメだろうよ。見ろよカンタロー、街がめちゃくちゃだ。年がいもなく暴れやがってクソジジイ。まったく派手好きのお前らしいぜ。新しいごちそうの発見は、人の幸福にとって星の発見以上のものだ。ムッシュ様が、あなたの言う通りだ。この魚はインドアフィッシュといってね、締め切った部屋でしか生息できない粘魚だ。肉食で特に人の肉を好む。食われた方は痛みもなく血も出ないので、燃料が消えるまで死ぬこともできない。ウォンウォンイエー、真珠は一人ではできない。 おい太宰、仕事はどうした？天の啓示待ち。二人ならできる。真珠真珠そうだ、これぞまさに研究に身を置く者だけが漂わせる知性と恍惚のポーズ。その白衣はお前にプレゼントしよう。二人で思う存分分かち合おうではないか。右手で方程式を解き続け、左手で名前を書き、ポテチを取り食べる。